さあ、ワンナイトトーナメント1回戦第3試合です。青コーナー192センチ104.7キログラム、ピーターアーツ、オランダの怪童ピーターアーツ。赤コーナー190センチ117.4キログラム、ジェロムル・バンナ、2002年ファイナリストジェロムル・バンナ。レフリー角田信明、ジャッジ水岡雅人、黒住達也、友武貴男。ノーエルボーノーヘッドバットノーアタックグローイン、オッケー、シェフハンド、オーケーファイル、ステイインコーナー。ランワン、今試合開始のゴングが鳴り響きました。さあ、準決勝に進むのは果たしてどちらか、ピーターアーツか、それともジェロムネ・バンナか。また左ストレート、ボディ、そしてフック、左のハイ、さあ左のアッパー。 K1 の歴史と共に歩んできた実績がありますピーター・アーツ。右フック、さあもう一回、もう一回叩きつける、ここで左のハイキック、さあフック、グラッとしている、効いたか、わっと左のハイ、またガードしている、そして右、これもしっかりガード、右ストレート、左ストレート、どうか、さあフック、もう一回フック、さあミドル、今度はロー、そして右、カウンターをかぶせていく、いいストレート入りましたよね。ワンツーから左のハイキック、ストレート、これは効いているのかバンナ、さあどっちが速いか、フック、右、さあもう一発、左のストレート、ジェロムレバンナ、そして左、カウンターを狙っていく、いや行きますね、足前に出ます、ショートレンジに入る、ちょっと前をこれしに行きましたね。さあジャブ、左ストレート、飛んでくる、アッパー、さあ10秒、そしてジャブ、さあ至近距離によって、ダウン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 、最初のダウンを奪いました。バトルサイボーグはまだ完成していないのか。さあ立ち上がったがダメージがあります、まだ脳は入れてますね、まだ尽くしてはいない。ここでゴング、ここでゴング、第1ラウンド終了。谷川さん、今のラウンドどうですか。非常に荒れてましたね試合が。この2人にはペース配分というのはありません、第1ラウンド。さあ今のラウンドのダウンシーンです。左のハイキックですね、この試合最初のダウンです。さあ今のダウンシーンをご覧いただきましょう。ここですね、ここでダウンを奪われました。すごい綺麗ですね、やっぱりね。果たしてそのハイキック、いつ襲ってくるんでしょうか。さあどちらが先に当てるのか、第2ラウンドに入っていきます。セコンドアウト、ラウンド2、第2ラウンドを迎えています。まずはミドルから、ミドル、サフック、さあどうなる、叩きつける、あっとハイキック、アーツの左、ジャブ、右ストレート、ストレート一発、右のハイキック、ピーターアーツ、今度はハイ、そしてアッパー、ハイキックだ、今度はミドルキック、そしてフック、今度もガード、ニュートラルコーナーに追い詰められた、ジャブで牽制、右のフック、ジェロムレバンナ、フック、わー左、効いた効いた、ノックアウト、右のハイキック、ピーターアーツ粉砕、
進化を続けるハイパーバトルサイボーグジェロブレバンナ、見事なノックアウト勝利。しかし谷川さん、もうこれは圧倒的でしたね。圧倒的すぎましたね。その強さをさらに証明しました。あとどうしちゃったんですかね。K の女神に導かれることはありませんでした。無冠のバトルサイボーグジェロブレバンナ、準決勝へ駒を進めます。さあ、ワンナイトトーナメント第4試合です。青コーナー2メートル 155.0 キログラム、ボブサッピー。 K-1 が生んだ野人ボブサップ。赤コーナー192センチ 105.0 キログラム、デミーボンヤースキー。黒い閃光デミーボンヤースキー。レフリー角田信明、ジャッジ水岡雅人、中川圭介、大成敦史。ノーエルボーノーヘッドバットNo attack to blow in. Okay? Check hand. Okay, fire. Stay in the corner. Round one! Fight! 試合開始のゴングが今鳴りました。さあ、準決勝最後のキックを手にするのはどちらか。ザ・ビーストか、目白の秘密兵器か。さあ、捕まった。接近戦になる。これは本当に喧嘩の前ですね。右ストレート、ジャブ。さあ右のハイ、ショートフック。ダウンだ、ダウンだ。ボイヤスキー、ダウン。あっという間のダウン。さあ脳へのダメージはどうか。まだダメージありそうですね。試合は2ノックダウンシステム。あと1回のダウンでノックアウトということになります。まだわかりません。フック。これもカバー。ボブサップ右のストレート。出てきましたね。パンチのラッシュ、パンチのラッシュ。このチャンスをものにできるか。膝、今度は右、右のアッパー。サップも返す。でも耐える、耐える。かろうじて返す。右のハイキック。サップも返す。強烈。ノックアウト。2度目のダウン。ノックアウト。レミー・ボンヤスキー、撃沈。K-1 の概念を破壊する野獣。ボブサップ見事な1ラウンドノックアウト勝利です。さあ谷川さん、やはり強さは本物でした。ボブサップ本当にどこまで強いんでしょうね。一体サップ旋風はどこまで渦巻いていくんでしょうか。一方的すぎましたね。何もできずに崩れ落ちました。暗黒肉弾魔人ボブサップ準決勝進出です。